その後はもう知りませんですから終わりかいテレフォン爆音人生相談、はい、うまいね坂本が人の字になってる、あ、見ておこうか、あ、本当だまあ第1話から見ればいいのかい、うん音の大きさもうちょいあげんのかな、なんか聞いたことあるぞメロディーまんまだと思う、 ないメロディーまんま、うん、この感じだよ、懐かしいな、テレビだっけこの音楽、いやこれはもうラジオ、ラジオ、うん、いつも専門家の先生と、はい、ラジオのパーソナリティの人で、あ、そっか、こう今日もご相談が来ていますみたいな感じで喋り出すんだよね、あれなんだっけ、黒柳徹子さんだっけそれはねまた別だわ、別、うん、それ徹子の部屋、徹子の部屋か、うん、なんで見たんだっけなこの曲、この曲、え、多分あれじゃない、会社とかで車乗ってる時に、うん、普通にカーラジオつけてたら流れてきたりすることあると思うよ、そう、原曲なのかねこれ、それでも K さんがピッチしたのかな、ね、売ってるはずこれ曲が、あ、売ってんだ多分、1話から見ていいかい、いいよ、おー、行こう行こうなんだ今の音あ、当初の音か、当初の音すんの、人生にはフルボイスだ、様々な幸せがある、同時に悲しみや悩みもあります、人に言えない誰にも相談できない悩みや苦しみそんな時いくらかでもお力添えできればというのがこの番組です、真面目なんだ、各界の専門家があなたのお悩み相談に応じておりますパーソナリティは私オークボーイです、かしこまってるねオークボーイ、まあ、ラジオだからね、オークボーイかしこまってるオークボーイって響きよ、どっかのコメント見たけど、うん、マリオワンダーの鼻の声にそっくりだね、なんかそらしいね、うん、なんかそっくりだな意識するとそうしか聞こえん、ネクスト、うん、申しますか、まず一つ目だな、うん、まあ、こっちがオークボーイなんだろうただ仮面つけただけじゃん電話が、うん、はい、アポン人生相談です、今日はどうされましたか、うん、お、フルボイスかい、うん、フルボイスなんだ、こんばんは年齢は40歳会社員をしておりますどうぞ、なんかさよろしくお願いします、はい、真面目に声当てると、うん、結構いい声してるよ、ほんとこれ真面目じゃん、真面目これ、なんか豚成分今なかったからちょっとびっくりした豚成分言うすごいな、真面目に声出せばいいな、仕事でゲームをしながら実況する機会があるのですが、うん、うまくいかない時があります、いいな、うん、音の大きさちょうどいいよな、多分音量大丈夫でしょう、うん、あ、ゲーム音でかくていい、少しでかくするか、あ、ボイスもあるからだ、そんなもんでしょ、不得意なゲームでもうまい実況を入れながらプレイするには、うん、どうしたらいいでしょうか、うん、なるほどな、これがね相談者の人、切な悩みだよね、うんうん、匿名だからこういうガチの悩みも来るわな、うん、誰かわかんないからね、なるほど、うん、うまくいかないとは具体的にどんな状況ですか、聞くよね、深掘りして、うん、まだねざっくりしか言ってないから、うまいことを言おうとした時に限って会場全体が冷え切ってしまうというか、ガチな悩みっすよ切なるどれのことを言う、心底ガチな悩みっすよ本音の中の本音、なんかしみじみとかよく言われるからな、狙うとすごいタイプの方ですか致命的ですねこんなえぐるっけ、結構あ、えぐるんだ、結構言ってくる、致命的とか言っちゃうんだ、うん、致命的とか言わないでもらっていいですか、結構心にくるんだ、ああそうだ、悩んでるんだから、うん、失礼しました、うん、場を盛り上げきれないとのことですね、うん、思い切って場の流れを変えてみたりしたらいかがでしょうか、なるほど、乗ってるような感じは出してるな、うん、相談に、うん、そんなことできたらとっくにやってるよ寒いこと言ってるつもりはないんだから、うん、そもそも聞いてる側はこいつは面白いやって忖度してくれる雰囲気でもいいと思うんですよね、うん、気持ちは分からなくもないですが、まあ、心意気がダメなんだろうなこいつ、他力本願というか、だってさ芸人とかでさ、うん、いるそんなこと言ってるやつ、ないです、か
会場にいるお前らがもっとなんか笑える雰囲気出しとけやみたいに言ってるやついる、うん、いねえわ。ゲーム実況を聞く側はお客さんなので、そんな相手の考えはオグボーイはいかがでしょうかね。オグボーイ正しいよ。分かってらっしゃる。オグボーイは言ってること正しい。うん、一旦ここで専門家の先生の意見も聞いてみましょうか。パーソナリティだから。パーソナリティだから。そう。あ、司会みたいな感じが。こんばんは。こいつがゲーム実況者向けにオリジナルゲーム開発をしているバタフライKと申します。メインか。あー。選べるね。そうね。あー、それは一応ラジオで人生相談か。そう、向こうはね聞いてきてるからね。まあ切って捨てるのはあんまないんじゃない。うん、うん、別に叱ったってな。え、そんな特別な人、まあ、いなかったよ当時別に。あ、うん、まあ、たまにその、うん、ちょっと厳しいこと言ってるだけで、うん、基本的には寄り添うじゃん。うん、そうだな。うん、フォローするかまずね。これどっちも作ったんだよな本当。いつも気になるんだけどよ。下空っぽじゃねえだろうな。わしは僕も気になってたのよ。毎回どっちかしか作ってない、もしかどっち選んでも同じ選択肢になるんじゃないかみたいな。流れ的に。お話伺ってましたが、あなたは自分を詰めすぎだと思いますよ。上選んだ。うん。滑り芸も、ボキャ品も、引き出しないのも、それがあなたですので、無理しないで。結構厳しいこと言うよ。ボキャ品って別に、本人の相談の中で一つも言ってない。引き出しのないのも、別に。プラスアルファ、もういいっす。BB 弾集めのために出ます。それじゃ、切っちゃったよ。終わりなんだ。あー、ダメなんだ。うん。寄り添っちゃダメだ。じゃダメなの。そういうことだ。ボキャ品だし、引き出しないし、滑り芸だし。だって相手傷つけただけじゃん、うん、今の。一番傷つくのはさ、うん、クリエイター陣にそれ言われてる中岡くんだよな。いや、中岡くんとは限らない。匿名の希望の、うん、まあ、N くんか。相談者の人だから、うん。一番これ構造的にきついよ。ゲームのメタ的構造的に。これ作ってる人にそう思われてるってのが一番きついよ。こんばんは。ゲーム実況者向けにオリジナルゲーム開発をしている。もう作ってるみたいよ。まっとうに叱りますか。はい。お話伺ってましたが、あなた自分に甘いんじゃないですかね。まあ甘いっちゃ甘いか。うん。聞いてる側がとおっしゃってましたが、そんなの関係なく面白くするのがあなたの仕事ですよね。どう正論だ。そこのところプロ意識が足りてないと思うんですが。正論正論。俺はそういうことじゃなく話を聞いてほしいだけで。ここは人生相談の場です。相談とは意見を述べ合って考えることです。考えもせず聞いてほしいだけだったらそこらの石にでも話しかけていてください。こんなんなんだ。そんな。お二方ありがとうございました。何も解決なんない。Loving you is easy cause you default. Making love you is your